100歳体操。こんにちは。地域福祉館をお伝えするきららかいみず100歳体操のコーナーです。このコーナーではきららかいみず100歳体操の地域の取り組みについてお伝えします。今回は三ヶ地区で体操を行っているグループをご紹介します。こちらは有料老人ホーム三島の園光で毎週水曜日に体操を実施しているきららかいみず100歳体操のグループ高寺生き生き会です。このグループは地域の皆さんと三島の園光の利用者さんが一緒に体操を実施しています。一昨年の11月からスタートし、先日開始から1年を迎えました。地域の触れ合いの場として施設を利用することで、地域の方にとっても利用者にとっても大切な交流の場となっています。きららかいみず100歳体操をやってよかったことを教えてください。そうですね、体の調子は、1回2回でわからないんですけども、地域の方とね、知り合いになれたことは非常に良かったなと思います、はい、すぐ効果は期待できないんですけれども、100歳体操をやった後は筋肉がちょっとほぐれたような感じがします。体操することによって歩くっていうことをあんまり苦痛に感じなくなりましたね。やっぱりそれは100歳体操の効果だろうと思います。はい、今回は体操後にレクリエーションを行いました。6グループに分かれ、三島の園光の職員が考えた頭の運動を兼ねたゲームでグループごとに競い合いました。ゲームの後も茶話会が行われ、皆さん笑顔ですごく楽しそうに過ごしておられました。高寺生き生き会のグループについて教えてください。はい、高寺生き生き会というのはグループ名なんですけども、発足したのは、8、9年前でして、実はそのサロン、ふれあいサロンのグループ名であります。私どもそのお話しいただいた時には場所もなくテレビもなく、どうしようかなと試案していたんですよ。そうしたら包括支援センターさんの粋なお計らいで、この光さんは OK しとるというようなことで、ここでコラボ的に入賞者の皆さんと和気あいあいにこうやってるわけなんですけど、で私自身も効果があるなというようなことは実感しておりますし、体力 の向上というよりも、みんなここへ出てきてコミュニケーションを取るというのはやっぱりそのこれからの何て言うんですかね、よじ妙に影響してくるんじゃないかなというふうに思っていますし、少しでも体力が上がればいいかなと思っています。きららかいみず100歳体操を実施してよかったことを教えてください。はい、地域の方と交流する機会がすごく増えたということで、利用者さんも皆さん毎週水曜日を楽しみにしておられるんですけど、町内の方のいろんな行事にもちょっと参加させていただけれるようになって、すごく顔なじみの関係づくりということでは、すごく事業所として取り組んでよかったかなというふうに思っています。小杉市も地域包括支援センター経営機のきららかいみず100歳体操の普及状況について教えてください。はい、小杉下経営機はひばり地区、三ヶ地区、大御地区、下地区の4地区から成り立っています。現在は16チームのグループが活動しておられます。今回取材していただいた高寺生き生き会と三島の園光さん合同でしとられるグループもありますし、他のところでは自宅を開放して5人ぐらいの少人数で活動しているグループもあります。もう1年を超えているグループもどん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 出てきていて、これから先もどんどんグループが増えていく気配がしていて大変喜んでおります。これからもぜひきららかいみず100歳体操の活動を頑張っていきたいと思います。きららかいみず
寺行き機会の活動の様子をご覧いただきました。100歳体操の集まりを通し、地域の交流を深め、楽しく体操を継続している素敵なグループでした。市内では平成28年の9月から1グループ目が開始し、現在まで合計100グループが立ち上がりました。そして12月末時点で継続しているグループは94グループで、約1800人が体操を実施中です。平成32年度までに160グループでの実施を目指して取り組んでいます。100歳体操は筋力を鍛える体操であり、週1回以上継続することで筋力の維持や筋力アップにつながります。現在3ヶ月継続したグループは74グループ829人、6ヶ月継続したグループは46グループ476人です。また1年継続したグループは8グループ68人となりました。体力測定の結果も開始時と比較し、下肢筋力の向上が全体の8割の方に見られるなど、継続の効果が出てきています。100歳体操は身近な公民館などで仲間と一緒に実施しますので、一人で体操を続けられない方もみんなと一緒に楽しく体操を継続することができます。きららかいみず100歳体操を続けることで、筋力アップだけではなく様々な効果が期待できます。筋力がつくと疲れにくくなる、病気に対する免疫力が高くなる、関節や筋肉が柔らかくなり転びにくくなる、骨が丈夫になる、生活習慣病の予防改善につながるほか、運動は脳を活性化するため認知症の予防になります。そして体が元気になると気分も明るくなり、心の健康にも効果的です。一度体験してみたい方は出前講座を実施しておりますので、射水市地域福祉課 51-6625 までお問い合わせください。地域福祉課からきららか射水100歳体操についてのお知らせでした。